こんばんは皆さん、エンドスです。さあ今日もやっていきましょうか。デトマですよ、デトマ。本当今日でね、トリックスターがね、俺来ると思い込んでた。ほんまに今日っていうか、そう、もうしばらくね、キラー聞けないじゃないですか。あのツインズ以来から12月でしたっけ、あのツインズが実装されたの。だからもう来るんだなと思ってて、よし、マーカイも通ったし、いい感じでやれるでと思ってたんですけどね。よもやよもや、まさかね、来ないんですよ、トリックスター。いや、来てほしかったね、本当に。もう本当に来ないと思ってなかったわ。もうびっくり、ほんまに、ほんまにびっくり。ちょっと待ってね。今日とりあえず持ってないやつのパークをちょっと欲しいから集めようかな。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんもこんばんす。もうね、めちゃめちゃ貯めてるからね、今 BP。 いろんなやつために貯めたのにそれがないってんだから、まあそれは驚きですよ、もうほんと。早くやりたいんですけどね。なんかないかな、欲しいパーク。村屋員のこれも強行手段か。これ買わなかったんだよな、やないかっつって。これ考えるとでもなんかポイントとか、なんかもうすぐあれ執行するんだっけ。なんかこれいつまでだ、4月23か。4月23か。トリックスター4月23日頃まで来て、なんか素敵なスキンが増えているという可能性もありそうだしな。それを考えると今キープでいいんじゃないかっていうところだよね。はい、こんばんはです。そこを思うとね、ちょっと考えちゃうよね。いや、4月23日には来るだろうっていう、なんかね、なんか気持ちはあるんだけど、いやでも来なかったらどうしようって気持ちもあって、いやーって。そうだよね、庶民いやーってやってんねんけど、どっちかな。ちょっとね、今日サバイバーするんだけど、ちょっとポイント振らせてね。ね、ポイント振っときたいやつ誰だろうな。ダリン。はい、ではさ、お再生ありがとうございます。まあ結構フリー振ったけどな。たマイケルほとんど振ってないんだよな、よく考えたら。迷うな。まあ、とりあえず中振っとけばまた、機会があればやる気になるだろうし、振っときたいよね。なんでするか。あ、知らないとね、そう、ポイント消えちゃうんですよね。知り合いも、結構課金してて、あれ俺のポイントないんだけどって言ってた。ちょっと笑えなかったね。結構な額入ってたから、あれなんか5万ポイントなくなったんですあれ絶対なんか買おうと思ってて、とりあえず入れたんだけど、5万やったかな、2万だったから、まあそんくらいだったんですけど、がっついてましたねポイント。割とねシャレになったんですね。はい、こんばんは。マリマさん、8個サブスクありがとう。マジックさん、お賽銭ありがとう。エムネックさん、サブストークありがとう。あれ、なんで消えるんだろうね。俺、消えるのがちょっとよくわからない。いや、賞味ね。賞味だよ、賞味。別に消えなくてよくない？こんな話って。消える必要あるのかなっていう。まあ、もうそこからだよね。俺の疑問からすると。いや、消す理由ってあんのかなと思って。やるのかもしれないけど、フェスに行くかと思って、あるのかなって顔にはなるよ。だってね、別に消さんでもよくていいかいいと思うけどね。バッチリね、
なんかこのオーリックセルっていうこの課金のポイント消えちゃうから。サリン。だから忘れた頃に、あ、そういえば買いたいな、まだポイントあったわっつってパッて見ると消えてんだよ。えっ、みたいな。やった方もびっくりだわね。そういって走って、うんってなるよ、間違いない。デトマの七口で行くの、俺の中だと。ピピピさん、お写真ありがとうございます。よし、あ、フシが行った、フシが。あ、これ、あー、やばいやばい、待って待って。これ取れるか、アイアンメイデン。オッケーオッケーオッケー、いいね。いや、この、ハンティスとアイアンメイデン相性良かったから、ちょっと欲しかったんですよね、本当に。これはマジで欲しかったんで、嬉しいですね。まずはアイアンメイデン。あーっと3ポイント、これは素晴ら、非常に素晴らですね。あ、そんなやらないですけどね。あ、多分とりあえずいつかやるであろうって、これくらいしといた方がいいかな。あんま使いすぎるとポイントなくなってまうからな。よし、例えばやろう。行きましょうか。今日の目標、そうですね。赤にすることって思ったらもう赤にあるわ、これ。よく見たら。やるか。そうなんですよ。いつ消えるのって人も多分いると思うんですけど、ここにカーソル合わせたらすぐ出てくるんで、下のところにですね、間もなく無効になります。って書いてるんで、ちゃんと親切なのが一個だけあってですね、この消える中でもですよ。消える中でも一つだけ親切なとこがあって、なんと消える日付、もう、なんなら時間も書いてます。なので、これを本当に課金してる方は見た方がいいです。はい、こんばんは。どうです。ほんと、これだけはね、もうめちゃめちゃ気をつけてやった方がいい、ほんまに。あ、チューさん、チータンさん、ミーさん、お先生、本当にありがとうございます。久々ですね、デトバー、本当に。2週間ぶりくらい、いや、2週間前とか、映ってやりましたね。いや、少しね、そう。やろうかな、と思ってね。博士さん、すずさん、お賽銭本当にありがとうございます。サイバーガブリオス、ありがとう。なんか、消えない措置が欲しいよね。本当に。ここら辺のさ、こことこことここが、取れたったかな？あ、ダメなんだよかった。そう、ちゃんとね、見てくださいよ、このトリックスターってな、もうスタートしてぶっこんでやろうとしている、この取り方。ほんまに。もう全部ここに止めてるからね。鍵で2回発射めんどくさいからいいや。連帯感って何？連帯感？あ？連帯感って何？連帯感ですか？他の生存者の超1回分？何連帯感って。待って、DVD って、待ってね、DVD、連帯感。なんか俺の知らない言葉で言ったんだけど。あ、これか。ジェーン・ロメロ。ジェーン・ロメロ？ジェーン？持ってないな。ジェーン・ロメロか。これダメだな。これはなかったことしよう。これは無理で。古典的な系とは無理で、ドワイト、殺人鬼から10秒以内の距離で使うのに30秒かかる。ああね。ああ、じゃあドワイト、あ、ドワイトここなんだけど。え？次のエントリーを解放して、何これ、クリックできないんだけど、あれ、こっちからってこと？ここにもあるのか。パークボイルを持ってないしね。異なる発電機の、ああ、オッケーオッケー。あ、オッケー、あ、これか。これとっか。よし、オッケー。あ、なんかいろいろあるわ。なかなかあれだね。こう、くるっと回っていって、いかにダメなんだろうね。こんな感じになってるとは知らなかったわ。あ、今日なんか遅いね。時間があれなのか？なんか俺のいつもの予想では、だいたい8時から9時の間で遅くなるってイメージだったんだけど、もう今すでに結構喋ってる。あ、一回キャンセル入れたか。まだ1分経ってないわ、よく考えたら。
はい、こんばんは、トモです。あ、のろこさん、おせせん、ありがとうございます。トモちゃんさん、サブスクありがとうございます。おひんす、結構遅かったんですね。今日の学術書ギフト、いや、進めないんですよ、進めない。まあこれにはね、もうとっても長い話があるんですけど、なぜ進めないのか、いや、とてもいつもなぜ進めないのか。これね、ギフトを進めちゃうとね、取っちゃうことになるんですよ。この置いたままで取れないんですよ。置いたままで持っていこうとすると前に進めないんですよ。なので、その今やってるのって、そのトリックスターっていうキラーがつい来るときにスーパースタートダッシュを決めてやろうと思ってて、そのスーパースタートダッシュを決めるためにポイントを貯めとくためには小6を進まずに置いとかんといかんっていう感じがあって、 それで今取れる範囲のやつだけ を取ってる今本当に。だからその、まあ、現在と進めるのもいいんだけど、まあ、今戻ってとりあえず手前にあるやつのポイント高いやつもう全部取ってる今。なぜならそうすることによって本来なら100万 BP しか貯めれないところを200万 BP が溜まった状態でパーク取りますからね。それでもうトリックスターをめちゃくちゃ楽しもうというのが今回、いや、もう最近のですね、もう目下の目的になってますね。まあ、どうせね、使う予定ないんだったら、もうこれでいいかなと思って、思ってやってるよ、今は。ホビホビッツさん、サングラスマスク、ありがとう。ミントさん、おさい銭、ありがとう、こんばんは。いや、もう、もうトリックスターも決めてるからね、もうプレイスタイルは。もうトリックスターといえばもうあれですよ、もうナイフをガン投げでしょ。もう完全にディオと被ってるからね、影ディオと。もう絶対に無駄無駄言いながら投げまくるから無駄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 っつってやりたいんですけど、多分ナイフの強さを考えると多分そんな強くないでもなんかね、バグ入ったんだよね、弱すぎて本当にめちゃくちゃ弱くて、そう、バグが入ったんですよ、ガチで。なんか今投げると前まではなんか跳躍って言って一回跳ねてピョンってやるやんだけど、壁で投げるとなんかカカカカカカッつって、あ、そんなバグ入るんだと思って。そう、多分今ね、予想なんだけど弱すぎて多分バグ入ってる、あれは本当に悪いけど、なんか勝ちましたっていうなんかこう動画見てもなんかナイフが強くて勝ったっていうよりはなんかまあ、あ、キラーさんうまいっつって勝ってんの多くて。なんかナイフつえーって感じは全くしなかったね。基本的になんかツイッターに流れてくるその DVD のトリックスターの動画って、なんかこう、うわーって当ててる感じよりは、なんか、ナイフ当てたら、サバイバー立ち上がるんですよ。ビョーンつって。立ち上がるから、それ見て、ダンスしてるぜっつって。アホなんかなと思ったのね。そんな弱いキラーなんかなと思って。おーい、なんだ、横に立ってるぞ、なんか。こんにちは、よろしくお願いします。あー、来ましたね、これ。今回はどこだ？来た、来た、来た。今回は、この間か。豚が来ましたね。はい、まずは1回。今回ですね、ちょ、パークじゃなくて、アーカイブで、発電機を、5個触るってやつやってるんで。あれ？豚野郎どこなんだ今。え？あそこか。前か行ってんの。豚くんはそこにいるのかい？ナイス！やばい！発電機が減っていくぞ！まずいぞ！全力で5個触りに行かないと。待て、俺か！はい、あえてそこはやらないよ。いや、俺か！いや。いや、俺か！いや、俺じゃなくていいだろ。
あ、いた、待って、あー、すり抜けボーイズだね、これは完全に。このすり抜けボーイズはエグいな。すり抜けてきちゃったか。たまにあるか、これ何なのね、このすり抜けは。あ、オッケーね。離れていく。さあ、でも、いや、これは、いや、おかわりしていただきたい、ここは。ここはおかわりしていただきたい、本当に。ありがとう。待ってくれ。まだ、5個触らんといかんの、俺は。よし。2個目入ったぞ、今。たまになんか吸い抜けるよね。ピュッって。あれ、なんやろね、ほんま。あー、ここ1個ついちゃったら。え、何個だ、8000に来て。全部8個か。オッケー。1個、2個。あそこ触ったね。3個目終わった。あの世に行っちゃったね、8000機が。あれ？まずくね？ちょっと待って。あれ？まずくね？待て。お、ありがとう。いませんね。あー、すいません。すいません。ありがとう。そうですね。あ、ちょっと待って。ちょ、あった。真ん中あった、そういえば。オーケー。わおー、わお。待って。はい、ここで。はい、向こうに発信機があったので、向こう行きます。こっちですね。こっちもなんかあったんだよね。あった。あれがもしかしてね、終わる可能性があるんで、とりあえずここへ帰っていくわ。こんにちは。あ、どうも、皆さんどうも。いいですか、すいません。はい、あの、これやりたいだけなんで、すいません。向こう行きます。待って、なんでここ壁があるの？いやー、いや、待って、向こうに行ったな、これ、ドアだな。お前、壁を立てるな、ここにもう。この壁いらないから、待ってて。あれ一瞬でよかったっけ？え、1秒か？あれ時間書いてた？え、誰か覚えてる？あれどこだった？ちょっと待って。あれ1秒だったっけ？あれちょっと待って。なんか1個だけ、待って、覚えてる。他のとこは1秒で触ってる。1、2、3。どうも、あと向こうだね。あともう1個確かね。ここは1秒触ってるね。この先のやつが、ここでちょっと1秒ですね。危ない。よかった。1秒されるわ、これで。ちょっと待って。目の前に味方いるんだけど。やばい、ちょっと待ってて。変なとこ来ちゃった。お家に帰りたくなってきた、このゲーム。待て。よし、あとは味方に任せろ。発信機降り任せろ。きっと味方が何とかしてくれる。ありがとう。感謝します。すべての生命に感謝して。発言と回します。なんか豚で最近なんかあれだったんだよな、すげえ面白いパークあったんだよな。お、やってんね。これ脱出は確か、こ、やばい、俺は大丈夫かな。向こうやってると思うんだよな。ドワイト、今行くぞ。あ、起き上がってるわ、ナイス。いやー、地獄の門が開かれましたね。開門した感じがある。いや、でも頑張っている。あれ？これ何のパークなんだろうな。あ、ごめん。あ、直してあげようか。完全にやったね。あ、すいません、自分ですか。すいません、お願いします。ドワイトさんの命を召喚して、僕たちは頑張っていきましょう、ここからは。ありがとう、センキュー。3人での超早いな。
めちゃくちゃ早いけど、めちゃくちゃ早いけど、ドワイトの3回目は間に合わない気がしてきたな。頑張れドワイト。いや俺が行こう。フォーザポイント。ドワイトは一人のために、ポイントはドワイトのために。今行くぞ。なに、間に合わなかった。オッケーオッケー、見合い直そう。ちょっと待って、ピッ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 って言われてね、これ。オッケーオッケー、ナイス。あとは頑張ってくれドワイト。あー、こっち来るね。俺かな、俺だね。俺はそっちにはいないけどね。そうね、かわされてんね。はい。あ、ごめんごめん、今ちょっと、うまそう。あーとととと、向こう行っちゃったわ。豚くんは一体どこに行ってしまったのかな。飛び立っていったね、向こうまで。豚さんのケツを追いかけていくか。もう俺のミッションはコンプリートしてるからな。いくらでも遊びたい放題だからな。おっと、向こうか。いた。え、当たんのこれ。本当？マイバットです。パワー。うーん、まあ、そこに行かないけどね。あーとっとっとっと、危ない危ない。また行ってる、また行ってる。ちゃんと当て。ここすごい見やすいんだよね。見やすいからな。これ見やすすぎるよね、正味。ここに関してはちょっと変えた方がいいんじゃないかと思うけど、どうなんだろうね、これ。もうすぐ見えちゃうからな。あ、ちょっと怖い怖い怖い、待って待って、怖い、嘘。じゃあな、向こう行くわ、そろそろ。ドワイトドワイト。バーニー、ドワイト。こんなことになるなって。帰るぞい。えめ、あ、今あれなかった、ないか。ありがとうドワイト、いつかまた会いましょう。あれ、ドワイトが生きてるね。もしかしてドワイト君生き残った、今回は。あれ、ドワイト、あ、違うわ。餌にされたということ。これはこれは一体どうなってるんだ。メメントもされてる。ああ、そういうこと、メメントだ。今行くぞ、助けてやるからな。あ、爆発か、爆発とかあったな。やばい、やばい、やばい。ちょちょ、後ろを完全にケツをガードしてる。え、待って、やばい。今のは普通に右と左が分からんかった今。いやー、これどうすっかな。
助けてあげれるか。ワンチャン、ああ、起き上がってるわ。あれ、あれ、普通に起き上がれた。おやおや、あー、オッケー、ナイス。あれ、もしかして消しかなんかがあった。何があったんだろう。待って、ちょっと気になっていったわ。見てこよう、何があったのか。パークなんだ、パーク、パーク、今誰だった。あ、消しが入ったのか。あれ、こっちだったっけ名前。いや、いや、こっちだ、上だったな名前。あ、消し持ってるわ。なるほどなるほど、グッドゲーム。あ、ザミワさん、お賽銭ありがとうございます。ゆかみさん、サブストークありがとうございます。おきです。サスさん、お賽銭ありがとうございます。ひとりさん、お賽銭ありがとうございます。さあ行こうか。不滅もあった。不滅とあれだったのな、不死があったのか。不滅と不死じゃねえわ、不滅と消しが両刀さったのか。でもなんか自分でなんかあれだよね、不滅って使ってもだから特に使うことないよね。いつもあります、自分が刺してくるとね、もう本当に使うことないんだよね。不滅、決死もそうなんだけど、なんかやらないときに、あ、さあ、こういうとこ、なんかいつも入ってんだよな。あればなーって言ってるけど、人のなんかあの、芝生は、なんかありとしたんだけどさ、あー、これね、はい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 。これ何？バグのテレポート。はい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 。エンブレムか。なぜか出ないんだよな。これできるか。限り発射バタリーか。連帯カムあたり、ジェーマーとかな。あとは学術書でちょっと探す。あ、待ってね。どこだどこだ。いつから探すか。あ、これか。これいいね。15枚か。結構多いな。はい、こんばんは。どうも。なんかな、機械ってなかなか落とせないよね、本当に。訪れるとね、すげえ嬉しい気分になるけど、なかなかね、ソロの時って、ないんだよな。では、デトワの、なんだろう、パークも、調べると、結構欲しいパーク、特にキラーで最近見つけてしまって、ボスフェイスをね、なんだったかな？待ってね。ゴスペルマンがキラーで、なんか欲しいやつあったんだよな。なんか、あ、それ強いなと思って動画見てて。パーク。ああいうの見て、いや、そんなん使えへん、使えへんって思ってるやつ。ね、あるやん。なんかパークとかでね。で、なんか動画で見ると、かっけーってなるやつ。見つけちゃって、ふーん。じゃあ、俺もそれ取ろっかなって思ったね。あ、地獄耳だ。もう地獄耳とか、全然いらへんいらへんと思っててんけど、なんか意外にみんな結構そうせっかちな行動をとってるから、なんか見てると、あの、キャラによってはぶっ刺さるなと思って、そう。またそのうちなんかね、地獄見取ろうかなと思ったね。見てて、え、すげえ通常、え、丸見えじゃんこれとか思って、へぇ、超強いと思って。俺が見た動画はそう、ピックだったんだけど、ピックでやってると結構みんなびっくりして、そう、うわっで飛び乗っから、でそこで一回しゃがみ直して、そう、裏回って叩くみたいなプレイがあって、へえーと思って、あ、確かにピックってそうなるわと思って、結構急いでちゃうじゃん、なんか音なんないキャラって。いや、それ思うとね、そう、あ、ありだわと思って。まあ、もともとそうゴーストフェイスのパークだったんですけど、ゴーストフェイスのパークでもそう音ならないって意味ではピックも共通するとかあったから、それ見るとあ、すっごい強いなと思って、急激に欲しくなったよね。いや、なんか人のプレイ見てると、なんかね、欲しくなってくるパークオイは、本当に。そういうのね、結構ある、ほんまに。あ、たたたんちゃんさん、ジョギサブスク、ありがとうございます。ゆうさん、よくやサブスク、ありがとう。お気に入りです。そうなんだよね。なんかいろんなそういうパークね、あるからね、そう。
最近ね、あのパーク、あと最後の晩餐とかもそうなんだけど、自分で全然使ってなかったんだけど、なんか見ていくと、あ、欲しいなと思って。使いたいパーク多いけど、まあ今はね、まあとりあえず、トリックスターの BP を貯めることに集中してますね。なんかこの、なんていうのかな、まっすぐ逃げてたらいらないんだけど、なんかね、しっかりとなんかこうやるタイプにはがっつり刺さったりするから、その帯で、その帯か、その赤帯、紫帯、緑帯とかで、そう、その状況で使い分けるとね、強そうだなっていうのあったね。パーク、あんまり難しいよな。はい、どうもこんばんは。どうも。さっきの何ポイント上がったんだ ?1 ポイントか。いや、そう考えると、デッドバイデイライトも結構開けるの大変だな、マジで。1まで行こうとたと、どれくらいするんだ ?1 プレイ入れて、まあ、だいたい1ポイントか。トーテムとかしっかり壊してってまた違ってくるか。1ポイント、2ポイント。え、5個だっけ赤って。赤は5個か。あー、そう考えると、そう、3、2、1か。そうね。結構大変なんだな。16個分あげるのか。16個分あげると思ったわ。大変だね。冷静に考えたら。冷静に考えたら16個って大変だよね。プレイ回数にしても、ね、あの、まあ、結構サクサク当てるとまだ回してるけど、結構大変だよな。しかもその間にさ、当然強いさ、ね、キラーとかもいるからさ、上げるの大変だからさ。そう思うと1枚だけ大変だな。まあ、改めて実感してしまったわ、今。大変かもしれんと思った、今。あ、サナさん、お写真ありがとうございます。こんばんは。ラクエット皆さん、お写真ありがとうございます。お気に入りです。よし、行こう。最初はね、やっぱりあの、なんだろう。ダニエルの、あれだしね。そうそう、一回慣れたね、でも。ぶっちゃけエーペックスじゃねえよ、これ。デッドバイデイライト。デッドバイデイライトって、そう。まあ、そんなになんか、あの、下がることってないと思うんですよね。一回慣れるとね。自分のそのプレイヤースキルがね。あの、まあ、確かに練習も大事なんだけど、まあ、基本的に、まあ、叩く方、まあ、キラーはちょっとあるかもしれないけど、まあ、そういうのってもうね、基本的には逃げる方だから。もう完全に一回慣れてしまうと、まあ、経験値が自分の中に溜まっていくしかないから、まあまあ楽だからいいんだけどね。だからデトバはね、本当に皆さんも、ガツイと練習するといいかもしれませんよ。あ、トミエサブリさん、ご検索ですけど、ありがとう、お気にです。いや、もう口からもうエイペックス病が出てたわ、完全に。こぼれ出るエイペックス。なぜそんなにもエイペックスやりたかったのか。でも今日はもうエイペックスやりません。理由は簡単です。今日でリセットだからです。乗って、今日のリセットが終わってからまたエイペックスね、やっていきたいですね。おっきた。さあ、ゲーム、ギデオン工場、いいね。さあ、ギデオン行こうか。どこにあるのかな、ギデオン君は。さあ、どう、今回ですね、ちょっとチェイスしたいですね。あれ?わお、ブライト!ジェントルメンブライト!はい。はい。はい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 、ブライト君。おっと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 、ブライト君。どこ行く?そっち!そっち!え?え、ちょっと待って。俺じゃなかったの?あ、ちょっと待って。え?お、俺追って頼むから、ちょっと待って、俺に追って、待ってて、今すぐ、今もう今完全に俺よしやるぞって顔してたよ。ちょっと待ってよ、ちょうだいちょうだい、本当に。なんか後ろになんか知らない方立ったり、なんかあれそっち行ったと、マジで、なんで俺をくれ、板を倒したいんだ俺は今。
あいつよく見てたね。俺じゃなくてケツを見てたんだね、本当に。向こうでしょって感じだったもんね、今。これハメサンドかな。ハメサンドか、オッケーオッケー。お、キャキャ。え、俺じゃないな。いや、追われて、いや、ほんと、いた15枚は結構多いから。わお、セミ。でもね、俺前でやって気づいた、一個だけ。ブライト、普通に強い。あ、まあね、目線が上がるときにね、やっぱね、全然違うんだってよく分かったね、ブライトに関しては。本当にやりやすさが、もう運転を触ってからね。そう考えると、そのブライトは、なんか、個人的にハイパー、なんかね、まあ弱いキラーの、まあ、一角かなと思ってたんですけど、今はなんか、へぇ、お前強くなったじゃんって感じなんで、ほんまに。終わりてんのかな。わお、横か。うちっちか入ってんね今。OK OK 俺が受けよ。 OK さあ俺にてお座をさせてくれブライト。勝負しようぜ。待って、痛くない痛くない痛くない。え、危ない。待って、あっ、あれあれで、あれで、え、今普通に坂道上がっていった。あれあれ、すいません、コールお願いします。ちょっとすいません、レター使えばよかったっすね。今階段なんかいいかなと思って、甘えた根性が死につながったね、これは。もう一回私の命にコールしてもらっていいですか。お願いします。ダブルはしたくていいんで、コールでお願いします。ありがとう。え、あ、ノシ君ありがとう。ありがとうね、ハイさん。黙ってください。なんか前からその予感がするんです。よせいでしょうか、ハイさん。何か前から予感がします。まあ、まあ、ブライトだからね。仕方ない仕方ない。いや、これはまあ仕方ない。まあでも俺も甘えとは、助けてくれて嬉しいなって顔してたもん、確かに。これは自分が悪い。誰が悪いかって言ったら俺が悪かった。でも自分で解除できるから、これに関しては。でもちょっと、ワンチャン回復してくれるんじゃないかなと思って、そう、甘えたね、心が。もう完全甘えてた、今。パッて見て、だって今。あ、いいのか、ピアニさん。大丈夫か、俺が直してやるぞ。いいのか。やだ、ちょっと怖くなってきた、このゲーム。うわー、俺だー。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってって。はい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 。もう君はここから俺に勝てないよ。もう板を使うからね、俺今から。やばい、板がない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 。え、待って待って待って、あれ、板パチ板パチ板パチが板パチが、え、板パチ、危ない。おー、いけー、やばい。でもここ死亡フラグやぞ、これ。待ってやって、ここは死亡フラグ。待ってやって、あ、待って、あ、しまった。あ、ええここあれ、ここ上がれなかったっけ。え、あれ、ここって坂なかった。あれ、どうやらこの世界のヌーブは誰か分かったようだね、今回は。あれ、ここ前なかったっけ、変わった。はい、とりあえずあの下手くそレースの名前言います。ミントスです。え、うん、助けてくれるのか、ありがとう。ありがとうございます。お願いします。
はい、これがですね、普段、教科書を読まない人間がなぜ教科書を読まないと良くないのかという話をね、まとめた話なんですけど、やはりあの変更点、アップデート点というのはですね、やはりゲームによってたくさんあります。今本当に今なんかびっくりした。目の前立ってるから、なんで立ってんだと思って今本当になんかギデオンでお化け発見したのかなと思った今本当に今あいるんだね。あ、一瞬なんか魂の抜け殻かないかと思ってマジで焦って今なんか、なんなんだろうって思った。うわー、来た来た来た、待ってよ、俺たちに両方ともあれか、ツーストライク舞台でからだ。あ、違う、ツーストライク俺だけだったわ。あとフェミンか。オッケー、待てよ。ヤッホー、発電機どこだ。俺たちの発電機一体どこにあるんだ。発電機、声を上げてくれ。俺たちは一体どこに行けばお前も直せるんだ。あったわ。横横横、ここ小田さん来るんじゃない、これ大丈夫、なんか全然大人さん声してないなんかあ、なんか今日なんか大人さんなんかあれだね、音すごいね。大丈夫、ここある日突然開かない、ここ大丈夫、結構なんかもう横でなんかバキバキ音あったんだけど、はあ、問題はこっちに方向転換してくるパターンで、もうそのパターンがめちゃめちゃ怖いからね。ぶっちゃけここ今袋工事だからあんまりここには痛くない。ただ、まあ、ここは開けておきたいという気持ちもある。なので少しだけここで粘っていくわ、今回は少し粘っていきたいんだけど早く終わんねえかなこれなんかやっぱりこのゲームって思うんだけど、第一村人になってもう板をなんか浴びるように使うぐらいがちょうどいいんだよなあー板全部あるんだ、全部俺使うわって行け行けって言ってやりたいから。おいおい、びっくりするか、やめろお前、ほんとにその登場の仕方顔が暗いからびっくりすんで、お前ほんまにちょっとのそっとくるよね、ほんとに。 OK 向こう行こう。毎回登場の仕方が本当にホラーなんだよね、彼だけ。顔にもうちょっとライトを当てにいってほしい、本当に。どこだ？俺か？俺か？どこだ？下か？上か？あー、ここだ！ OK、どうしてあげようか。OK。やばいよ！やばいよ、頼む、俺だ、ちょっと待ってくれ、やばい、ちょっと待ってくれ、俺だか、いや俺の方に来るな、向こう行ってくれ、頼むから、ちょっと待ってくれ、俺もう終わりだった、頼む頼む頼む、向こう行ってくれ、頼むから、俺は違うだろ、俺は違うだろ、はいはいはい、どうも俺です。あ、待って、もうこいつ、まいちゃん、もうブライト練習するわ。いや、板倒せばよかったな。なんかブライトのその可動領域って言ったらいいの、まあ、関節ではないんだけど可動領域がそんな曲がるんだってあったから、いやこれブライト練習しよう、マジで。今度ブライトってもう知らんすぎてるわこれは。こう曲がるね。なんか俺の中のブライトのイメージって、なんかもう直線行ったら、なんか曲がれないイメージがあったんだけど、今の見てると普通にヒュッて曲がって、ヒュッみたいな感じだったから。いやー、そこだったなー、今回。曲がった。敗北いたした。ファミリーさん、4回サブスクありがとうございます。ファミリーさん、お再生ありがとうございます。ニコニコ皆さん、お再生ありがとうございます。本当に大きいです。いやー、しくった。いやー、これはね、
練習しよう、ブライト。いや、そうだ、ブライト、いいキャラになったなぁ。なんかいつもね、なんかこう、よく見るブライトあれだったんだけど、たぶん、まあ、視点が多分、上がったってもあるんだろうね、その視界の部分か。で、その視点が上がったことによって、その見やすさもあって、そう、叩きやすくなったプラス、回りやすくなった。で、多分、もうブライトは、パワーになったんだろうね、本当にね。藤水さん、お再生ありがとうございます。そう考えていいキャラになったね、ブライト。初めて言った時、マジで、不死を取る、大のカニバルって言われてたのに、ね。カニバルも強くなっちまったし、ブライトも強くなっちまったし、いいバランスやっていった、ほんま。なんか早いしね、なんかもう、移動の仕方がうまいよね、やっぱりね。タタン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 ってくるから。まあ、練習だわ、これ、本当に。あ、そんな感じでさ、お再生ありがとうございます。大きいです。パワー全開よ、ほんま、あいつ。あんなにバカにしてたのに。ちょっと早くて、全然叩いてこなくて、はーい、プライトさんこっち、はーいって言ってたのに、今、やめたーってなってる。ほんまに。なんか前まではね、こいつおもろって悲鳴やったのに、今本当にただの悲鳴になってんだよな。やめてくださいってやってるから。なかなかブライトさんもね、まあ、パワー全開だね、ほんとそう考えると。そう考えたら、今のキラーで一番弱いやつ誰なんだ？今弱い、そんなでも、まあ、突出して弱いキラー今いらない、いないか。そこら辺考えるとね。ミカさん、お再生ありがとうございます。やつ、パワーです。カメラです。本当に大きいです。今弱いキラーってなんだ？でも基本なんか、何だろうなぁ。でもなんか言うてなんかさ、そう、突出して弱いやついないよね。本当に。いろんな音が聞こえる。タイプ音とかですか？ちょっと待ってください。タイプ音、どの音聞こえてます？声がいっぱいなんか聞こえてます？今。あれかな？今ね、ちょっとね、マイクの音を拾う可動領域を上げたから。そのせいか、もしかして。タイピング聞こえてた？やっぱじゃあもうちょっと下げないといけないな。ありがとう、ありがとう。ノイズゲート上げて。やっぱこれくらいかな。やっぱもう声を張らんといけない気がすんな、こう考えると。ちょっと待ってね。いや、タイピング音は俺が入れたくないから入ってって。これ今入ってます、タイピング音って今。これ入ってんすか？あ、セット。あ、これ入ってない。入ってる？ちょっと聞こえてる？やっぱあれだな、入るとこ入るんだな。いや、そうかって難しいな。若干聞こえる。34と24ぐらいやってみるか。あー多分ね、喋ってるね。焚き火の音と似てる。今これどうですか？今聞こえます？タイプ音。僕だと今聞こえない。もしかして。これはこれはよもやよもやだな。言われたら聞こえる。そうなんだね。ちょっとマイクがね、だいぶ上に上げたんだよね。まあ、こういうくらいならいいか。そう。前まで画面の4分の1を下にしてたから、まあ、たまにちょっともうこういうときにもしょうがないかもな。そう考えると。諦めよう。しょうがない。
前までね、大体 24.5 インチの画面の段階かな、まあ、大体まあ6分の1マイクで隠れてて、すっごい見せる時あって。いや、タイピングはね、うるさいよ。俺はタイピング嫌いだもん。俺が消えてから、そう、入ってたら、そう、もうガタガタに入ってたら、そう言ってくれた方が俺嬉しいから、ありがとう。俺が嫌い、タイピングを。ありがとう、ありがとう。まぁ、あ、ちょっと調整していくわ。大きいです。最高。アイアンワークスオブミザリーでいきましょう、今回は。ああ、どこだ？今回もぶち込んでいくぜ。あ、敵はどこだ？あんまなんかいなそうだな、今回は。あ、違うわ、いなそうじゃねえわ。待て待て、そうじゃない、そうじゃない。板を倒したいんだ、俺今。え？え？マイケル？あー、待って、マイケルか。マイケルか。マイケルと俺も戦いたいけど、3で死ぬの嫌だな。いや、どうしよう。待て。迷うな、これは。これはどうするかだな。どう来るかだな。マイケルか。あ、これもう3になるんじゃねえの？待って待って待って。ごめん、なんかさっきもう2になってからだいぶ吸ってたよね。ちょっと待って。え？ここ板ないんだけど、え？板は？あ、そうだよね。そうだよね、マイケル。オーケーオーケーオーケー。マイケルはいつも3になって人を追いかけてくるんだよね。作るよね、マイケル。おお、やべえ、今でいっちゃう。え、待って、お前、え、そこ、待って待って待って、ちょっと、あ、普通に消すか言ってたんだ。全然気づかなかったわ。ちゃんとケツをボッと見ていけばよかったわ。離れるべきだったわ。なんか下行ったのかなって顔してた今。すいません、お願いします。すいません、申し訳ないです。すいません、お願いします。もう体が持たないんで、お願いします。あれは今回なんか長いね。さ、どう？なんかすごく長いね。どうしてこんなに長いんだろうね。びっくりだな。なぜここまで長いんだろうか。もしかして、あれがついてるのかい？なんか、長いぞ。めちゃくちゃに長いぞ。バグかな。まるで、レベル3の場所が、一生ここで止まってるかのごとく長いんだが。待って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 、はいはい、待って待って、いやこれ待って、いやこれもすごくなんかあれなんだけど、いや待って、いや俺だよね、そうだよね、まあそうだよな、俺だよな、なんとなく。
はい、オッケーで、ダート、オッケーで、決まった。じゃあな。いや、待って待って、いや、待って待って、マイケルさん、マイケルさん、ま、ちょっと待って、待っていいですか、マイケルさん、ちょっと待って、待っていいですか。いや、いや、本当にね、いや、今、俺じゃないんですよ、今、ほんま。今やったの、多分俺じゃないんですよ、本当は。待って待って、いや、もうこれ無理かも。あ、ここ、あ、ここ、近さないかもしれん。マイケルさん、よくないですよ、やっぱり。他を追った方がいいですよ。マイケルさん、他行こう。もう。なんか、ちょっと知らない間に、なんか知らないマップになってんだけど、大丈夫ここ。あ、どうも。え、大丈夫？え、なんか、顔ゾンみたいになってない？ありがとう。あのメグ・トーマスなんかあれじゃない？ゾンビ化してない？ものすごい顔色の色悪かったけど。なんかドブみたいに匂いしとった今。ゾンメグじゃんゾンメグ。いやーこれかー。あ、今降りてるな今方。はい、今行きまーす。お前はい。今助けに行くぞ。はい、こんにちはと。あ、そこですか。じゃあ自分ちょっと離れるんで、すいません。離れて、すいません。あ、待って待って。よいな、待って。板を確認しよう。1枚だな。オッケー、ここ1枚。で、ここ2枚だな。オッケー。この2枚はある。さあ、こう1枚と2枚がある状況で、向こうにはないんだよな。で、ここ使っちゃったんだよな。ここで使ってる状況なんだよな。まあ、使ったの俺なんだけど。いや、大丈夫かこれ。怖いぞ、これ。あ！え？今降りてなかった？なかったか？余生か。誰か助けに行けるかな？え？真ん中か？なんだ？え、怖いんやけど、何？真ん中？真ん中かな？どこだ？真ん中か？真ん中だよな。いや、怖い。あ、ここ2台あんのか。最悪だな。ここ2台か。これはちょっと厄介だぞ。やばい。待って待って、あー、これやった。待って待って、今引っかかった。あ、そうだよね、そうだよね。あ、いいかとんかった今。くー、そうだよね。あ、皆さんでもしかして命をバトンにしてる感じですか。ありがとうございます本当に。いや、いいですね。おかげさまでまた新しい命を受け入れました。ありがとう、ドイツさん。Thank you。 さあ、頑張っていこうか。そうだよね。こっからだよね、このゲーム。やっぱ団体種目だからね、このゲームは。持ってるバトンは、もちろん、命というバトンだけど。あ、でもなんだかんだで、なんか、こけてはいるけど、あれだね。なんとかかんとかなってんね。ナイス。そして今、頑張って、一人襲われてくれているから、公式になんとかなりそう。ただ、どうなんだろうな、この先。いや、ナイトラ。ナイランです。ナイランではあるが、ここをどうするかだぞ。いけるのかここ。さあ、向こう側ドワイトが駆け抜けていく。ドワイト、あとは頼んだぞ。俺は発撃を回す人間になるからな。待って、ちょっと待ってください、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 ちょっと
なんでなんですか、なんでなんですか、なんであのあんたあんたサステについてないんですか。ちょっとつけてください。いやちょっといや今危ないです、危ないんですけど、ちょっと待ってください。ちょっとちょっと待って、まあそうだよね、待ってください。いや間違えて焦りすぎて今なんか敵の目の前で屈伸運動してたよ今。ピョコ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 みたいな。Hey you! 待っていくね。いやでもここあれじゃないか、このプレイスタイル見てる感じ普通に逃がしてくれるまであるんじゃないか。なんか残り一人を持っていってやるぜっていうよりはノーワンあるから全滅狙っていくぜっていう強い気高き魂を見ようんですけど、あーっと良くないこれは、あっとこれは良くない、これは非常に良くない。ナイスケシアタック、素晴らしい。まさかまさかまさかここで来る、うわー帰ります。やめてください。いや帰りますじゃないよな。いやここで帰ります、さすがおかしいわな。特に言うことありません。はい来ました、はいこっからです。あばよ、お前の負けだマイケル、さらばだマイケル、お前の負けかもしれんけど、ちょっとすいません、ちょっとすいません、そこ開けてもらっていいですか、すいませんほんまに、すいません今すぐ帰ってもらっていいですか、すいません、すいません、ありがとうございます、すいません、ちょっとすいません、もう帰るんで、もう帰るんで、すいません、お先です。ありがとうございます。いやそうなんですよね、やっぱこう決死ってある時ってこれがあるかいいね本当に。ああチームありがとう。今の頑張ったやつ、板3枚だけ？ちょっと待って。いや、結構長いかもな。やっぱ板壊す、え、何枚今？ああ、今、え、8枚？ 8 枚か。あと7枚か。こっから頑張っていくか。あと7枚。これなんて呼ぶんだ？ DW ダさん。お賽銭ありがとうございます。やっと名前知りました。あ、そうです。まあ、デトマー結構ね、そうだね。まあ、あんまり生配信やってないもんね。まあ、あって、週1あるかどうかか。デトマーに関しては。基本的にデトマーは、そうね。まあ、生配信やって、まあ、そこから切り抜き作ってか。あ、ユーザーさんか。いや、もうね。生配信ちょっと少ないんだよね。デトマー。もうちょっとね、やろうかなと思ったんですけどね。なんかもう名前も忘れてしまったあのゲーム、あの、Apex Legends っていうゲームかな。最近あのゲームが2日に1回ぐらい生配信5、6時間やってるから、そうだね。結構長いんだよね。あのゲームがな、ちょっと体に染み込んでてな。もう名もなきあのゲーム。弾打つゲームね。あのゲームのせいで、ちょっと。最近時間の感覚狂っとるかもしれんな。あ、ゆかみさん、お賽銭ありがとうございます。ありがとう。ちかまさん、お賽銭ありがとうございます。Thank you, Power! Thank you, ありがとう。そうなんだよね。いや、いや、Apex はね、まあ、そんなハマってないよ。コマ走れて。まあ、そんなハマってないよ。1日、まあ、5、6時間するぐらいしかハマってないけど、まあ、そんなハマってないけどね。うん。まあ、一般的に見ると、ハマってるかもしれないですね。うん。まあね、ちょっとわかんないですけどね。うん。うからさん、お再生ありがとうございます。こんばんは。ああ、生を実感する。そうですね。APEX はハマってないんですけど、まあ、5000円超えた時の、まあ、そうですね。まあ、ボイスのネタが、まあ、ちょっと、そうですね。まあ、ちょっと、
どっかのなんたらレジェンズだったかな、うん、なんたらレジェンズで、あーちょっと聞いたセリフかどうかわかんないですけどね、ちょっと今オワコン化してしまったキャラクターの、まあ、言葉パクってしまった、うん、ちょっとわかんないですけどね、バレてしまいましたね、ちょっと、いやちょっとハマってんすよ、全然ハマってんすけどね、うん、いやーぴったり聞き合いましたね、ここね、すごいタイミングですね、これね、そう考えると、虫ポズさん、5550円のお賽銭ありがとうございます。先ほどマイケル戦、まさか待ちすると思いませんでした。おっと待ちなんですか、本当に楽しかったです、対戦ありがとうございました。いやこちらこそ、いや本当に対戦ありがとうございました、本当に。またね、どこか知らぬ土地で対戦いたしましょう。本当にありがとうございます、戦意を実感する。タイミングがすごいね、びっくりしたね今、この会話のタイミングで来るかと思って。そう、めったに来ないから、まあ別にめったに来ないからね、なんかテイク読んでるやついいかと思って、サリン完全に遊びで入れたやつが今シュッて入ってて、ワオってなったら今。おっさん、時間制サブスクありがとうございます、大きいです。ポンさん、お先にありがとうございます。中野さん、お先にありがとうございます、こんばんは。めちゃくちゃタイミング良かったわ、びっくりしたよ。まあまあまあ前ね、そうあのまあ汚い話ですよ、ちょっとまあちょっと汚い話ですけど、前なんで100円と1000円しかやってないよって、1000円以上のやつしかやってないって言ったかっていうと、そうなんかそこでボイス入れたよって、なんかちょっとなんかね、なんか俺の心の中でなんかちょっとなんていうの、なんかねだってるみたいな、なんかあこれはなんか嫌だと思って、そう。だから言ってなかった、言ってなかったんで、まあ、いつかこう、分かるときに、まあ、出ればいいかなぐらい思ってたから、そう。そういうのってなんかあるじゃない、ちょっとね。俺の中の、なんかこう、境界線っていうか、いや、そこは、人に頼むもんじゃないと思って、そう。あの、嬉しいけど、そう、あの、まあ、その、プレイを見て楽しかったよって意味で泣いてもらって、そう。その時で、まあまあ、分かればいいなと思ってたから、そう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 。だから、まあ、そこに関してはね、まあ、いつか出たとき、そう。まあ、タイミングでね、あ、こういうの増えたんだよって言おうと思ったんだけど。グッドデイズ。ありがとうございます、本当に。声を実感してきます。やっぱこう、サプライズって、なんかこう、最悪容赦感じあるから。そういった、コールターマクラミエステート、いましたね。あ、行くぞ。あれ、え、なんかいつも早くなかった動くの、え、え、今俺動いてなかったんだけど前から、あいつサリン早くない、いなさった、もうなんかタタタタタタタどっか行ってたけど、あいつ俺が行く前に、さあ行こうか。あっとこの音はいましたね、ここですか、デスリーですね、え、今向こう行った、やばい、待って待って、お前ケツを、おーい、おーい、うわ今横に避けれんかった、あ、ちょっと待って、待って、やばい、これ見えないんだよな、おい、撃ってこいよ、撃ってこいよ、いや、それしたよ、それしたよ、うわ、今、いい落ちたって今、はい、ザコは乗っときます、いや、そうなんだよね。よく言うんだよね。よく言うんだよね。押してないやつって。押したって。いやー、よく言うんですよ。いや、よく言うんですけどね。押したんだけどなー。タッチでって言うんですけど。いや、ほんとこと言います。押してなかったです。今のは押したつもりになっただけでしたね。あ、すいません。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。
おい、いいのか俺を。ここまで来るのは計算いないぜ。さあ行こうぜ、決死の世界だ。アベン、残念だったな。俺をそんな安い男と思わないでくれ。やれやれ。いや、ここまでは計算で、そうですね、まあ自分でもあれなんですけど、まあ、追い込まれてから力が切れてないんで、まあ、まずは息継ぎさせてあげようみたいなね、うん、まあそういう気持ちになってるぐらいでちょうどいいと思ってるんで、まあ幸か不幸かいつも釣られてますけど、あえて釣られてるような気がするけど、まあ、ただ下手で釣られてるだけですね。いや、しみるねこの傷。やらかしたら次がないっていう感じ。最高に来るわ。最高。おっと、ここで発言ですか。わかりました。いや、ここにも一体2枚ありますかね。待って待って待って、なんかすごい嫌な予感がする。なんか嫌な予感がする。これ待って、俺じゃない、これはこの後来んの。え、あ、おいや、おい、オッケーオッケーオッケー。あ、これとやってしまおう。まずはこれやってしまう。よし、オッケー。さらにもう一つは。ちょっと、ちょっと待って、やばい、やばい、これは。でもやりきりたい。やだ、これだけはやりきりたい。ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー。ああ、待ってくれ。ああ、待ってくれ。待ってくれ。待ってくれ。ちょっと待ってくれ。もう後がないんだわ、俺は。レスリングが。わかるだろ、レスリングが。お前も分かるだろ。キラーなら、あー、待ってくれキラー。お前も分かるだろ、一緒に戦ったじゃないか、エイペックスで。分かるだろお前。あー、ダメだこれは。はい、残念賞。はい、お疲れ。残念だったね、スインカー君、君の負けだ。俺はこっから先一生捕まることはない。なぜかわかるか、一生逃げ続けるからだ。こっから、これがアドレナリンのパワー。ホラーゲームだこのゲーム。よし、どこがいたんだ、向こうか。開いていないだと。よし、今だ。大丈夫か、大丈夫だ、俺は大丈夫だな。よし、待ってくれ。ナイス、これがアドレナリンの力。いや、よかった、今。やっぱアドレナリン強いな、こうやって見ると。今、俺自身も一緒に何が起こったかなってなった。今、あれ、なんか立ったぞって感じだったね、今。あ、センキュー。じゃ、とりあえず帰りますか。いいもの目もとりあえずなのかい。なかなか面白いな、面白いね。リンジ。まあやっぱアドレナリン使い方こうやって使うんで、なぜいつも私がアドレナリンをつけているかの理由、分かったんではないでしょうか、皆さんにも。こういうね、そう、ミラクルが起こるのがアドレナリンですよ。で、ちなみに今一体2枚です。今2枚しか倒れてませんね。今日終わんのこれ。今日これ。
とりあえず、そうっすね。まあ、今日のデッドバーに関しては、まあ、このアーカイブを終わるように今日はやろうと思います。まあ、これが終わったら今日は、まあ、ちょっと休憩しようかなと思うんで、今日のデッドバーは、それまでは、このテンションで駆け抜けていこうと思うんで、よろしくお願いします。ファッション、ファッションじゃよ。ファッションじゃ、ファッションじゃ。もうこれ、もう清掃だから、これ清掃。よくね、こうレストランとか行くのドレスコードじゃないからね、これ。もう完全にもうファミリーレストラン行くときの、もういや普段着みたいなもんやから、これほんまに。ああ、ドレスだと思ってないからね。これ俺の服みたいな感じで言ってるから今。あ、ワピコさん、アンコモスさん、皆さん、お世話本当にありがとうございます。大きいです。ファミレス行くときって皆さんどんな格好してます本当に。あ、でも、あんまり T シャツ1枚とかで行くとあれなのかな。あんま気にせず行くもんな。まさき23さん、お再生本当にありがとうございます。いやー、神がかったね、アドレナタイミング。あ、やっぱ普段着だよね。ファミレス行って、最近ってかね、本当にファミレス行って記憶ないんだよな。もう3年ぐらいファミレス行ってないかもしれない、そう考えたら。なんか3年前も、なんでファミレス行ったのかっつったら、なんかその時に、なんかたまたまチラシ見たら、たまたまなんかクーポン券がついてて、ああ、クーポン券かと思って、ああ、なんか、ああ、これ食いてえわ、行くかっつって言って、なんかポテト食いただけだったね。あ、ポテトさ食いたかった俺と思って。そう、めっちゃ気にせず言ってるわ。あ、なんかポテト山盛りっていうのがあって、あ、ポテトか、あ、ポテト食いたかったわって食いてたね。いや、なんか冷凍のポテトもいいんだけどさ、なんか冷凍のポテトもいいんだけど、なんかファミレスのポテトってなんかなんていうの、なんかソースがついてるじゃないですか。ソースがついてるから、あ、いいなと思って。あ、それ、目的で、ポテトを食いに来ましたね。ケチャップって言ってるのかな。あれがね、どんくらい食ったかな。いや、結構な量あったよ。あと、俺がお腹いっぱいになるくらい食ってたからな。まあ、一人前ではなかったけど、普通。ポテトをもっさもっさ食ってたね。うまいってなってる。まあ、めったに食わないからね、なんか余計に食いたくなるんだよね。あ、ルクロクさん、おせ、ありがとうございます。大きいです。そう、意外うまい。でも、俺の中では、やっぱりポテトは、マックのポテトが一番好きかもしれん。マックの、いや、なんかあんまりなんかね、共感してもらえんだけど、あの、マックの、あの、しなしなになったポテト、あれが一番好き。あの、揚がったなんかパリパリのなんかね、やつよりは、もうしなしな、なんか水分含んでしなしなになってて、なんかあれがね、すげえ好きなんですよね。わかる？お？ええ。やがっちゃうよ、あの、しなしな。あ、みんなしなしなじゃん。そうだね。あれがね、好きで、めちゃめちゃ食うわ。あるときは。で、まあ、だいぶ食べると、やっぱ飽きてくるから、しばらく置いといて、あの後に、一回放置して、硬くなって、バーサチッチンっていうのがあるんですか？ちょっと見てこよう、今度。そんなうまいやつがあるんですか？バーサチッチンが。そうなんだよね。フレバーポテト。俺の知らない単語がいっぱい出てくるんだけど。あ、ケンタッキー。やめろ、ケンタッキー始め。今一番食いたいんだから。今ケンタッキーが食いたくて今仕方ないんだぞ、今。今ケンタッキーが食いたくて仕方ない。ないの、ない気がする。本当に。だってモスバーガーも、3つぐらい駅行かないとないから。そうなんだよね。あんまないんだよな。
あ、肉食いたい。スパイシーチキンのあのブラックペッパーがピリッと効いてめちゃめちゃ食いたい。ああ、ほんと食いたくなってきたわ。1ヶ月以内に行こう。お、入った。さあ、今回はザ・ゲームのギデオン食肉工場行きましょう。またここか。あ、またここか。いや、失礼ですね。ここね。あの、皆さんに今日ね、あの、覚えていってほしいとかあります。あの、ここ。上がれません。お、これね、APEX や PUBG だと、ここ登れるんですけど、残念ながらこれでは登れません。気をつけください。デッドバイデライトは、ジャンプないんで、これだけは注意して覚えて帰ってください。今日のワンポイントアドバイスです。誰だ、鬼？えいへいへいへい。どこどこだ？戦おうぜ、鬼。俺が第一村人となって、たまに鉄槌を下されてやろう。皆さんどこだ？俺に鉄槌を下してくれ。排除しよう、とりあえずここは。さあ、どうだ？どこだ、どこだ？板が1枚だね。1枚、発電機。ここは、やっぱりか。あれ？この音はどれだ？どれだ？これ。え？この音なんだ？どっちだ？ジルビリーかな？カニバルかな？カニバル臭いな。あ、カニバルだな、多分。いやー、しかも早いってことはうまいぞ、多分これ。怖いな。これはちょっと恐ろしくなっていったぞ。大丈夫かな？カニバルが迫ってくるというんであれば、大変危険ではあるか。どこだ？下か、OK。しかもあれか。破滅ついてないってことは、殴り合いがうまいキラーだな、多分。どこだ？え？赤？助けに行くか。下見に行ってみるか、一回。やばいって！やばいって、お前！え？見つかっ、え？今見つかってないの？え？あーっとー！お前すごい顔してんじゃん、お前。え？はい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 。やだ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 。ほーほほほほ。ほいや違うんですよ。めった僕じゃないですよ、本当に。俺の中の悪魔がいた。あ、全然あれ止まらんタイプよこれ。待って。ちょっと待って。いやごめん、本当にごめん。もう二度と咲かないかなってって。いやいやいや、これ、あ、これは、板をとりあえず壊させていただこう。すまない、悪い。今回の目標は板を割ることなんで、すいません。おーおーおっと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 、おいー、そこは帰らない、OK？ さあ、さらにもう一回回っていくか。OKOKOK。はい、これ、つかんとまずいな。OKOKOK？ はいはい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、セック。はい、これ、一個。壊しておいてもらって、ちょっとあれですね、ついていこう。これはちょっとね、板倒したいんで、今回はいただきます。 OK、これもいいですね。あと2枚、あと2枚、OK。 え、ちゃう、え、あと何枚？ 3 枚か。3枚いただかせてもらおう。なんだフレンズ、ちょっと使わせてもらうぞ、今回は。左回ったら今、OK。 右から回っていこう。えい、ーはい、オッケーね。あ、そっちだね、オッケー。ほい、待って待って、まだ来んのか。なかなかしつこいね。あ、回ってきたね、そこ、オッケー。待って、そこは違う、そこは聞いてない。そこは、いや、今完全逆にフェイクされた、今サステインで完全に、いや、行ってないけどねって感じだったね。いや、かまされたな、今。か
完全にかまされたわ。お前サステ見てんだろ、じゃあ俺は逆にこうして待ってあげるねって言われて、あーって感じだった今。ありがとう。お、Thank you、 ありがとう。うーん、ついについに、はい、 OK。 あ、その、あ、ごめん、た、味方近く来てるのか、ごめん、ちょっと待ってこれ、ちょっと待って、え、これさ、チェイスってさ、大人っていう時だよね、大人っていう時か、あの人倒して怒れるかな。あー、Oh my god、 どうしようかな、どっか、いたなーって、なんかもう、一生そこに待っておきたいな。いたあった、いたあった、いたあった、いたあったけど、いやー、ここか、下か、真下か、オッケー、今行くぞ。どうやって行くんだ、あ、ここから行けるか、あ、ここまでは、いいね、あ、行こう、よし、遊びに行こう。ここ開いてないのか、これ怖いな、突然出会いそうで怖いんだけど、みんなどこ、頼む頼む、板を板に持っていかないといけないぞ。えっえっ、あ、すいません、発電機そろそろ直してもらっていいですか、すいません、むさぼられる希望出てるんで、すいません。そうです。なんかあの、むさぼる希望出てるから、あの、直すメリット全くないんですけど、いいですかね。あ、直すメリット多分0ミリパーセントなんですけど、いいですか、これ。わかるよ、メグ君。欲しいもの、俺もわかる。ポイント。これでしょ。わかるな。メグ君も、欲しがりさんだね。わかった。一緒にポイント手に入れていこう。あれ？あれ？メグさん。これやってる場合じゃないかもしれません、私は。くそ、俺が行く。メギ、お前はそっちを頼み、俺はこっちへ行く。よし、やばい、やばい、ここだ、やばい、待て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 、どこだどこだ、あー、これ絶対間に合わないやつだ、間に合うのか、間に合うんです、これ今から入れる保険あるんです、ここで、これがカニバル保険、みんなもよかったら入っていってね、待って待って、あぶねえあぶねえ、オッケー、どうするカニバル、どうするカニバル、お前と俺がいいのか、カニバル保険入っちゃう、オッケー、さあインコースに入っていく、もうそれ届かないでしょ、それわかるよ、この時間間に合わないの知ってるからね、なぜかわかるカニバル、俺もここに何度もサバイバーにバカにさ行って言ったからだ、わかる、それは間に合っちゃうからね、はい、向こう行くね、あ、待って、フェイクされた、カオン、なんかさっきから自分の癖を逆に疲れてるな、これ、はいはいはい、君そこは降りたいんだよね、わかるよって、完全になんか性格を読み取られてる感じかしていったぞ。さあ、しかし、しかし、しかし、あと1個発言機あれですね、どこなんだろうな、今のうちにちょっと確認しとくか、誰か回してるかな、ありがとう、センキュー、ありがとう、もうポイント遠く行ってる場合じゃねえ、で発電機回そう、発電機、発電機、あ、発電機どこなんだろうね、わお、下なのかな、あと1個、あ、ここあるんじゃない？ここら辺1個ありそうだけどな。あれ？ないか。あれ？どこだ発電機？ここってるな。あれ？どこだどこだどこだ？
発電機がマジでどこにあるか全然わかんないな。待て、ちょっと待って。ここ、うん。板どうだ？待て、板の確認しとこう、ここは。ここはさ、やばい、そうだよ、バレてるよね。やばい、これ待って。やったー、ここダメだー。うん、じゃあ、待って。そうだよね、ここも良くないよね、良くなかったわ。グッドゲーム。もう、ああ、もうやんかったか。いや、めちゃめちゃ A と D 押しててんけどね。いやー、グッドゲーム。このむさぼられる規模やばいな、こう考えると。いや、じいじ、おかげでだいぶあれだったね。ベスト終わったわ、これで。こうして、また一つ、トリックスタインで、ポイントを貯めていこう。え？あ、あと一枚だわ。終わってなかったわ。いや、タイミング悪かったんかな、もしかしたら。もっと終わらなきゃいけないのか。殺人鬼追いかけ、あー、多分サステインに触れた直後とかそんな感じなのかな。ここら辺ちょっとあれだな、わかんないな。まあまあまあ、あと1回で終わりそうだから、よかったよかった。いい感じのポイントになっていったね。でもこれでさ、こんだけさ、一生懸命さ、トリックスターが来る前にしっかりポイント貯めてんのに、トリックスターってさ、めちゃくちゃ弱かったら泣くけどね。本当にトリックスターってやりそう。だから、まあまあ楽しいんではあるけど、なんか今のところ前評判で言うと、マジで弱いって言われてるから、そこはね、ちょっとね、怖い、怖いもの見たさっていうか、まあ、気になってはいるけどどうなんだろうとかあるね、ほんまに。言ったらね、これ時代だよって言われてると、今から買いに行くようなもんだからね、あ、そうなんだ、ふーんっつって、時代かーって。そこは、すげえ楽しい職場、本当に。レギュラーさんのさん、お最初にありがとうございます。いや、最後はね、鬼の体に板ぶち込んで、体にめり込ませて、鬼が、もう、これ以上もうやめてくださいって言うまで、板叩き続けるわ、そこで。ほらっつっていくわ。いや、楽しみだな、あのトリックスター。初めてじゃない？ 16 回も当てないとダメなやつ。でも16回当てないといけないってさ、ちょっとおかしいよね、普通に考えると。え？ハントレス一発ですけどみたいな。おかしくないですかってありそうだけどね。なんならハントレスアドオンつけたら、いや本当の一発で倒れますけどみたいな。もうちょっとね、なんかこうね、もうなんかね、トリックサーの特徴としては、投げ物系だから、そう、キラー本体の足はちょっと遅くなってるんですよ、普通に。だからね、で、16回、まあ、フィーバータイム早いけどね、ダダダダダダダって打てるからいいんだけど、フィーバータイム結構分かりづらい仕様になってるから、まあ、そこ、まあ、慣れたら多分気にならないと思うんだけど、あ、フィーバータイムっていうのは、その、あれ、なんだっけ、ずーっとなんかナイフ投げてると、フィーバータイムっていうのがあって、ナイフを投げ続けていくと、たまになんか入るんだって、フィーバータイムが。で、フィーバータイム入ると、ナイフずっと投げれる上に足も速いままっていう。普通ナイフ投げると、ちょっと足遅くなるんですよ、青木であって。そのフィーバータイムをうまく使いこなせたっていうのかもしれないけど、なんならじゃあそのフィーバータイム8本投げてあって終わりにしてほしいよね。あ、メインイベントか、そう。やっぱ強化されるんだ。いいね。やっぱね、そこ強化されないとね、なんか特徴がちょっと弱いなって思っちゃう、本当に。レギュラーからのね、ビッグボーナス入る感じ。ピンッつって。いや、そう思うとなかなかだな。
楽しみだね。どこら辺まで強化されるんだろうな。よし、じゃあ行きましょうか。よし、勝つぞ。自動投げになるの？え、すごいね、自動投げは。あ、でもヒーバートン一発で分かるんだ。そうだったらあれだね、本当に分かりやすいね。なんかどうせやったらでも、もう K-POP ってね、言ってるからもう、なんかフィーバータイム入ったら K-POP 流してほしいね、後ろからね。方が分かりやすいかもしれん。K-POP 流してなんかもう音なんか、なんかもう本当にそのままなんか走っていってほしいな。うわーってなんか後ろになんかね、こう、ちょっとなんか、まあ、ディスコグラフィーって言うんですか、なんかミラーボールみたいなの回してなんか走ってほしいね、本当に。これなんか、ぶっ飛んでやってほしい感じある。どうせなら。スキンでも何でもいいんだけど。ゴってなりたいよ。面白いけど、多分ゲーム感壊れるんダメですって言われるよね。一回そういうイベントを見てみたいよね。本当に。ここまでやっちゃうぞみたいな。完全に鬼が不利なんだけど、欲しい人は買ってねみたいな。こういう前提のやつちょっと見てみたいわ。さあ、始まるぞ。よし、最後はでも勝って終わりたいよな。どうせやったら頑張りましょうか。あんまイベントってあんまないよね、そう考えるとね。基本的に普通のイベントだもんな。まあまあいいんだけどね。まあゲーム感が壊れないからね。やっぱゲーム感が壊れないこともすごい大事なことだから、そうそう、まあそういうぶっ飛んだイベントしたいっていうのをね、僕ヘッドバイエットの好感の持てるってことあるから。あ、いや、ディスターブドボード、今日初めて来るな、ここ。最近このアップ来た記憶ないね。あれ、こんな高かったっけ、この壁って。ちょっとなんかあれだね。あー、ここか。はい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 、ここね。ここ、え、この音は久々に出ていったな、ルクター君じゃないか。来た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 、お久しぶりですね、ドクターさん。よし、続くか。でも、ドクターってでもあれだよな。え？あ、来たのか、びっくりした。さあ、ドクターと、一体どこで遊ぶかだな。このマップなんかそもそも広いから、そんなになんかあれだよな、ドクターデメリットっていうか、まあ困んないよね。ギデオンとかなんかほんと狭いところ、ギデオン今広いか、狭いところだとね、なんか結構あれだけど、360度広いところってなんかあんまりドクターって言っても、まあ、そこまでって感じだよな、ホンマ走って。そう思うとなんかなんか買えそうだよね、マップ的に。なんかうーんってなれば、やっちゅうすか、待ってね、いいね。あ、そう、そしてもう一個、さあ、ナイス、いいや、いいね、いいね。一杖でやれるのはでかい、ナイス。よし、まずはワントーテム壊していこう。いや、でもちょっと怖いよな。え、あれ、地下だね。ちょっと待って待って、あれは地下か、地下だよな。いや、行くか、俺が行こう、待ってだよ。
助けに来てるからな。誰も見せはしないからな。おう、トーテムさん、オーケー、どうだよね、ここだよな。あぶない、当たんのこれ、マジ、ワオ、ノーウェイ、当たんのかこれ今、これは想定外、オーケー。え、ここ一体どうなってんだ。え、待って、場所がよくわかんないな、これ。え、これなんだ、なんだ、なんもないのかこれ。あ、そうなのか、なるほど。え、これなんだ、ここら辺なんかあれなんだね、結構板ないんだね、なんか庭園みたいな感じとか板あんのかなと思ったらなかったわ。ここないのか、あ、こっちがやったんだ、あ、なるほどなるほど。え、でもこの場所なんかすごいね、なんか新しい感じだね、前までこんな形なかったもんね。へえ、ちょっとあそこの光通ってみる、ちょっと後で潰し行ってこよう。いいですね。あれ、待ってください、なんか人に使ってません、中で。あれ、待ってください、これまずいのでは、これ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 まずいのでは、もしかして二人使わった状態になるとなかなかにえぐい状況あるぞこれ多分。これはどうだ、いけるのか。もしかして、そうだよね、味方が見つかってるか、見つかってるっぽいな。これはまずい予感がしますよ、これは確定で2回目入るな。追われてるね、こりゃ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 。あー、待って待って、危ない、どうするか。これまずいぞ、とってもまずいぞ。あ、待ってくれ。ああ、とりあえず光る通ってみる、壊してくるね、一応。あ、しかし帰れと、新しいマップってなんかやーべえ、オッケー、あえて逆張りしよう、ここね、オッケー、まずはここに1個ね、オッケー、ここに1個で向こうに1個だね、オッケー、あ、ここもあるんだ、わお、あれれ、待て待て待て、とりあえずもうでもおじいはどんどん詳しいってくるわ。いや、ここで来なかったらついてるよね、多分フシ、これまずいぜ、一回倒させてもらうか、はい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 、オッケーオッケー、フシついてんじゃないか、この感じ。あ、フジ君、さあどうだ、いや、ついてないのかな、わからんね、ワンちゃんフシついてる顔触ったね、今普通にこっちだもんね。はいはい、戻りますよ、当店小足に。なんか別に当店も引っかかってないのに、まるで、トーテム、トーテム壊していいかな、このトーテム、お、壊していいかな、不安で、こ、壊していいかな、ごめんな、味方は命を、手にするわけがないねんけど、トーテム、あー
あ、不死だわ。はい、はい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 。まあそうだよね。まあ、となるとだ。となるとだ。ここもあるんじゃないか。いた。はい、大きいね。あめよ。俺向こう行くぜ。もうワンセット勝負しようぜ。いや、でもなんかもうあれだな。わかんねえんだよな。待て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 。とりあえず直すか、これ。正気に戻していって、とりあえず正気に戻していく。正気に戻していってから考えよう。いや、これ強いな、やっぱな、これ。レッツ！あ、あ、あいつ、抹殺されてる。抹殺されてる。フランズ。まだのご利用お待ちしております。モレル。あれあれ、これまずいですよ。いや、これだ、来そうだな。あ、ここも開いてんだ。なんかいろいろあれ変わったな、マジで。割とがっつり変わりましたね。いやー、これどうなんだ、どうなるかな。気になり始めていったぞ。あべ、ドクター相手だからな。隠密ですご、なんかやり過ごすか難しすぎんだよな、このキャラ。いや、そうだよね、バレてるよね、そうだよね。いや、これはどうだ。ああ、体が痛い。待て、いや待て、いや、これ無理だわ。あ、待て、これまずい、あ、まずい、これ、あ、待て、もう無理や、これ無理や、無理や。オッケー、あとは頼んだね。お前は生きろ、モレル。俺はダメだった。すまない。あのモレル君が逃げ切れたのか。大丈夫か、モレル。頑張れ、モレル。君なら、どうにもやっていける。さあ、どうだ。あれ、今なんか、あ、バレちゃったね。あれ、これどうやって終わんの。あ、おお、対処ボタンあったわ。なんかさ、脱出ボタンさ、わかんないよね。結構なんか退出ボタンか。前までなんか下についてる気よかったんだけど。なんか左上の方にあるとね、わかんないところは。あ、でも無事に終わりました、小6。いや、いいね。なんかこう、綺麗になんかこう、スーってなんかこうね、いってんの、とても気持ちがいいですね。こう考えると。容器と6個作るんです。サブスクライブ。何これ、容器と10、え ?6 個でもあれだな。よし、じゃあラストゲームいきましょうか。とりあえず容器と6個持ってんのか。あ、持ってるわ。オッケーオッケー。まあ、とりあえず6個使おう。はい、じゃあということでラストゲームいきましょう。あ、千葉さん、4月サブスクありがとうございます。大きいです。いや、これあ、おなんか持ってなかった。待って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 、ちょ待って待って、おなんかパーク持ってなかった。箱から医療キット出すってやつ。なんか取ったよね、最近。うわ、記憶にあるもん。あ、これか、査定か。あ、これじゃないわ。え、どれだった、回復キット出すやつ。取ってなかったっけ。なんか取った記憶あるんだよな、最近。
あれじゃなかったか。いや、やっぱいらねえばって取らなかったのかな。なんか取った記憶あんだよな。なんか、医療キット取るためだけのパークありますよって話を聞いて、なんか、いらねえなっつって、なんか取らなかったか、なんか取ったかのに、あ、取ってねえわ。車輪。あれか。クエンティンか。あったわ。これかー、取ってなかったわ。そんなゴミパークいらんなくないって言った記憶あったわ。言ったもん自分で。いや、いらないなんて。いや、全然欲しくないそんなんって言った記憶ある。完全に忘れとったね、これ今。皆さん分かりますか？やっぱりね、どこでね、何が役に立つかなんて分かんないですよ。何でもなんか挑戦しろって言えばそういうとこなんですよね。取っとけばよかった。いや、マジでそんなんいらんでしょって言ったもんな。まあ、いっか。いやー、いや、なんかね、なんか宝探ししてーなって言って、そう。とりあえず査定は取ったんですよ。査定は、チェストのアサリ速度が上がるから、とりあえず欲しいなって取って。そうなんだよな。で、他のやつも、なんかこう、お宝ボックスっていうためのパークも取って、あ、これか。いろいろ取ったんですよね。いろいろ取ったんだけど、なぜかあれだけ取らなかったんだよな。やらない、やらないって言うかも。忘れた。あ、ちなみにさん、お再生ありがとうございます。山口さん、お再生ありがとうございます。パワー脱出、いきます。ありがとう。いやー、今からちょっと遅いだろうね。今から取ると、ちょっとあれに間に合う。多分トリックサーが間に合わないね。レベル36にする前にそもそも100万 BP いるから。いや、しくったなぁ。まあまあ、また今度あれだな。いつか気が向いたら取るか。まあ、しばらくはいらんだろう。いやぁ、ここで。ここで俺にこんなに負担をかけてくると思わなかったこいつが。完全にやられました。確かに今週そうだよな。シュラインで出てくる可能性あるもんね。確かに性能もそうだけど、そう。いや、そこがでかいよね。なんか持ってないキャラのパークが出てくる可能性があるっていう、その可能性。それがシュラインだから、その可能性にかけて、ちょっと待ちたいとかあるわ。あるぞ。もうさ、もう、明日やったっけ？明日やね。水曜日に、もう出てくるんで、まあ、そこだけ楽しみに、今日から行っていこうと思います。そして、8時間を過ぎて、突然、陰気が、そうですね、まるで5トンの重りをつけられたかのごとく、めちゃくちゃ遅くなりましたね。全然進まないね。あ、じゃあそんなことない、まだやったわ。嘘だったわ。まだ 500g だったわ。対戦 500g。いきます。この気力さん、お再戦ありがとうございます。ラスト行くよ、頑張るよ。ああ、行こうか。明日は分からないね。対戦 500g。そうね。結構重たいね、500g は。結構重たいかもしれない。さあ、ラストゲーム、バリバリ頑張っていきましょう、今回も。どこかに聞き入れず、探しに行こう。まあ、とりあえず、挨拶がてら、一発叩かないといけないからね。一発叩かれて、回復して、そっから箱合わせ始まるから。まず、キラーさんに、挨拶しに行こう。うまくいくといいな。うまくいってくれ助かるんだが、うまくいかない可能性もある。あ、どうなるか楽しみです。それでは参ります。まだですか？
そう、もう参りますって言っちゃって。おっ、ランプキンレーン。ハドンフィールドですね、今回は。まあ、音立てようかなと思ったけど、さすがに味方がいる横で音立てるのは、マナー違反だと聞いたことがあるんで、やめます。あー、でもあれか。堕落の勧誘ついてますね。封鎖されてますね、ちょっと。じゃあ、ちょっとあれですね。真ん中歩くか。まあ、板の確認込めて、真ん中歩きながら、とりあえずあれですね。鬼との対話、目指しましょう、今回は。あれ？これナースじゃない？もしかして。今の音なんだ？一体どこら辺なんだろうな。あ、今魔法使いとは前に目をつぶし言ってた今。どこだ、どこだ。ハゲです。オッケー、よし、ありがとう。もういいぞ。もう俺が言って、もう俺が言って、今これ、これ使うから、これ使うから。やばい、ガルー！ここも？なんだった？使えない。え、もう準備完了してたってこと？俺は、あれ、ドンピシャよ。ボコボコだ。マジ？もしかして俺今からボコられる？まずいぞこれは。ちょっと待ってくれ。俺はちょっとあれだぞ。殴ってほしいって言ってる場合じゃないんだこれ。マジで、ありがとう、ありがとうだけど、やばいやばいやばい、これ俺完全に巧みだこれ。あ、しかもこれね、重症かってる、もしかして大丈夫。いや、これ治らないっす。いや、治りはするか。まずいね、完全にやっちまったなこれは。よし、とりあえず1個目終わり。やばい、見つかった。え、そっち、ちょっと待って、マジ？ちょっと待って。あーね、え、めちゃくちゃうまいんですけど。いや、待って待って、え、めちゃくちゃバイオに配ったって、うますぎます。ちょっと待って、え、やばい、これ待って待って、え、地獄なんだけど本当に。え、マジでうめえ。ちょっと待って、はい、オッケー、よーし、キャー、ハグさん、今の気持ちはどうだい？嘘です、すいません、本当に。いや、本当に悪気なかったです。今なんかパッと見て、あ、やれると思ったらいけないんです、本当は。もう二度と下がらないんで、向こう行かせていただきます。やばいな、いや、マジでうまいな。これマジでうまいんじゃなくて。ハグって、こんな強いキラーだったんだね。顔面蒼白って感じ今。やっちゃう。いやー、これはエグそうだな。これは本当に今そう出てきたな。まさかここまでエグいやつ来るとはな。よし、あ、やばい、これは。待て、なんとか回していきたいけど、そうだよな、
相当気をつけていこう今回。さあここでもう一つ、ここで一つ回させていただこう。いやなんか飛びそうじゃない、今なんか向こうへ走っていってなかった。いやとりあえずこう2個目とりあえず消しといて、ここでどうするかだな。今登った瞬間叩かれたね。やばい、俺が行くのまずいね、これ。あーここ待て待て、うわーこれね書いてたの見たもんな。いや間に合うかこれ。いやもうケツにいるもん、なんかちょっと待って、いやもうあ、どうする？あー、あと逆に？逆にこれあるぞ。オッケーオッケー。あー、びっくりした、びっくりした。やばい、見てくれ！ちょっと待って。あー！なに？え、怖い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 ！走れ走れ！ハク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 ！おし。どっちだ？どっちが正解のルートなんだ？左か右か？あー、不正解ルートだこれ。ちょっと待ってくれ、待ってくれ。不正解引いちまった俺、完全に。ちょっと待って。完全にこれ不正解のやつだこれ。ああ俺はなんでこれいつも言っちまったんだ、正解よ。わお、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。正解を引きはしてもらおう。なんちゃってセットハートが俺を助けてくれない。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、あ、みんな来るよ、今からここ来るよ、みんな気をつけてね、みんな今から俺ここ来るよ、みんな逃げてね、危ないよ。体が痛い、体が痛い、みんな頑張れ、俺のことはいい、みんな逃げてくれ、俺、いや、すまん、すまん、誰かしー、誰かしー、我こそはという名のある武将おらんか、誰かしー、我こそはという武将、戦いに明け暮れたい者、誰かしー、助けてくれるか。やばい、あの俺の手がもう疲れていった、すまん、ちょっと待って、本当に まずいですこれ、本当にこれ、あ、待ってください、そろそろまずいです、これ本当に、すいません、すいません、あの、すいません、すいません、誰かし、誰かし、ちょ、待って、え、誰かし、焦点誰かし、やられ申した。最近ここだけの話なんですけど、本当にここだけの話なんですけど、結構なんかあの素材引っ張っていって切り取りして、そう今度使うって感じだとか、みんなが大体忘れてる頃にポンと掘り込んだ感じだね。そろそろこれ出してもみんなもう2週間経ってたら覚えてねえやろやつって、はい、お邪魔しますって言って入れてる。いや、でもいいゲームやったな。
やでもバグじゃねえわバグじゃねえわハグだハグ強かったねあんな強いんだねハグってなんかうまいハグってなんかもうなんか次元が一個違うよねほんとなんかなんか自分でやるとさなんかなんかね本当になんか全然叩けないしなんかサバイバーにバカにされて終わるだけなんだけどなんか普通にうまいんだよなサクッと叩いてくるもんねいやそう思うとねめちゃめちゃなんかハグボー練習した方がいいのかなチラッって感じになるよね本当にお前どうせ今ここオンでやろうっていう感じねあーやっぱマイですわハグさんだってもうほんと手に取るように殴られとったもんねチェイスもなんかほんとうまいんだろうないやーもう多分見た目でしょうね多分見た目がやっぱ良くないんでしょうねハグはねうん多分これで、まあ、めちゃめちゃねなんかこう可愛い、まあ、キャラクターみたいな感じだったら多分またね人気出ると思うんですけどまあ見た目でしょうね多分デッドアイデライトの、まあ、キラーの中でもまあ言ったらちょっとあれなんですけど多分まあそうだよねなんか一番なんか見た目的に受け入れられそうな感じな感じなのね、まあ、ピックもちょっとあれだけど、まあ、ピックに関しては、まあ、まあ動物大好きファンシーな方たちがね、まあ、ピックかわいいっつってピックしてくる可能性あるけど、まあ、ハグに関してはまあ、可愛い様子があんまり見当たらないんですよね、これね。これでよく見ると分かるんですけど。これに関してはなんか、ああ、化け物がおるなっていう、もう完全にそんな感じだったんですかね、ハグね。一番可愛い選手、可愛くない選手第1位に輝いておかしくないと思うんで、ハグが。これが不人気なのかな、そう考えると。あと、難しいんだろうね、多分普通に。だって、ハグのテレポート癖あるもんな。まあいつかハグ練習したいけど、俺この髪型嫌いなんだよな。こうなんかなんだろう、ボンレスハムが頭についてるみたいな感じの。難しいし、見た目がそんな好きじゃないから、なんか一番やんなかったわハグ本当に。これも本当なんか破滅だったっけ？破滅あ。俺、ムサバキ、あ、これ、ハグだったんだ。あ、俺、今度、40にするわ。あ、ムサボラル知らんかったわ。普通になんか、あ、これ、ハグだったんだね。今度、撮ります。なんか、デモアって、なんか全然見ないけど、俺のやつ、どこにあるんだろうと思ったんだよね。あとに、どこどこどこと思ったんだけど、全く知らなかったね。いつかハグはね、この、むさぼれる希望だけ、外そうと思います、本当に。あ、くんくんさん、お賽銭ありがとうございます。まゆこさん、お賽銭ありがとうございます。ひやきやさんごちさん、お賽銭ありがとうございます。こうさん、お賽銭ありがとうございます。しろさん、お賽銭本当にありがとうございます。いや、もうね、いつか、そうっすね。武将になるためにまたね近々ジットバーすると思うんでまたよかったらその時楽しみに待っておいてください。今日はとりあえずそうですね、まあ1個だけ上がっただけですね。まあ1個だけ上がったんですけど、まあ次回はまたやっていくと思うんで、近いうちにまたお会いしましょう。ジットバーで、あ、ゆうぞさん、お再生ありがとうございます。パワーセンキューです。あずます。のよこさん、お再生ありがとうございます。ライト君もそうだよね。トリックさんもそうなんだけどね。なんかいろいろやりたいやつがね、多いからね、今使えないんだよね。あ、はい、とそうつまりとます。ございます。本当にお疲れ様です。それでは皆さん、今回も、デッドバイデライト見てくれて、ありがとうございました。まあ、この後何かするかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、ちょっと一回ね、お風呂入ってから、ちょっとゆっくり考えてから、この後何するかを考えて、特に何も浮かばなかったら、今日はこれにて終わりということで、よければ、また明日見てくださいということで、お疲れ様です。はい、あ、ここ、ゆずさん、お再生ありがとうございます。ユンダムさん、お再生ありがとうございます。シュッさん、お再生本当にありがとうございます。ポンタさん、お再生本当にありがとうございます。
ということで、またよかったら見てね。お疲れ様でした。ご視聴、お賽銭、コメント、誠にありがとうございました。またよかったらお願いします。アイントソースもありがとうございます。お疲れ様でした。サクスフォーウォッチマイストリーム。それでは皆さん、またね。お疲れ。じじっ。